こんにちは。今日も水晶の丸玉をやっていきたいと思います。お願いします。前回ここまでちょっと濡れちゃったから分かりにくいけど、まだちょっと真空ではないのか、というところで、まだもうちょっと、ぱっと見ても丸く、ちょっと私的な丸く感じなんですかね。そうなんですね。この間これを使ってたんだけど、そうですね、なんかちょっとしっくりこなかったんで、別の、別のお皿で、はい、それも今から使うので、どうかは分かりませんが、ちょっと別でやってみます。はい、お願いします。こすりつけるようにぐるぐると。今見えないけど、同じところをやってるの、それとも中では結構丸玉回っちゃってる感じなの？こう、そんなに回ってないと思うかな。手で止まっ、ここの中でちょっとこうぐるぐる、はい、で、たまに浮かせて回して、また別のところみたいな感じで、なるほど。どれぐらいまでやったら次のバレルの磨きに行くか。丸くなるまで。丸くなるまで。みゆこちゃんの中では丸ではないから、まだね。もうここで形は完成、あとはもう磨きするだけなので、平井さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。遅ればせながら、そうだ、みよこちゃん、YouTube の方に、この間の抽選の発表の方を上げさせてもらいました。ありがとうございました。で、もう送って、多分届いているはずです。向こうに届くって言ってた、東京の方たちが。続々前回のプレゼント企画で届いているかと思います。また感想でも。そうですね。竹でも、竹？木？木。木。まあ、その辺にある。飛んでしまった。フラッグ？インクルージョンだとフラッグ、で、ここがちょっとまだ当たってないな。こう、光のラインがちょっとブレ。分かった。肉眼だから分かるのかな。ひたすら磨く。なんかいつもの加工と違うから手首が痛くなりそう。そうね。ブルブル。めぐみさん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。飛んでしまった。さっきのところはどうなりますか？この辺にあると思うんだけどね。でもまだちょっと丸じゃないね。
平井さんが美代子ちゃんに研磨していく指紋なくなりませんか。なくなります。はい、これはよく私も聞きます。だからあの指紋認証が、うん、そうねあれどうなるんだろうと思って。よくね、指先、どの指先取っても傷だらけなんで。顔だね、美代子ちゃんのね、もし認証するなスマホを変えないとかね。まあ別に飛んでも割れないのであまり気にせず飛ばしてます。めぐみさん、私もそれ気になってました。やっぱりなくなるんですね。なくなりますね。職業病だね。取れない。取れないか。フラッグの部分は取れないと。もう今日はうずらはずっと一緒です。そうですね、ひたすら。どうぞご質問もあるキリをした方が力は入るんだけど、なんかいまいち、その枠が合わないってことしっくりこない。回らないのだ。接地面が広いから、摩擦で持ってかれる力の方が強いのかもしれない。あ、木の方が滑っちゃってね、それで。なるほど。大きいとね、いろいろとね、滑ると怖いよね、木でね。木の方が力が入りやすいって言うけど、滑るんじゃ怖いよね。そうね。木の方が長い面積いけるので、そうか、長くビーっていけるってこと。できるだけこう均等に長い距離を行きたい。まだ大した距離じゃないからね。ね、私には丸く見えるけど、美代子ちゃんには丸くまだ見えない。丸くはございません。丸くじゃないんだ。それこそだからずっと培ってる職人の目だよね。もう私には丸くしか見えないんだけど、こう全体から見た形とやっぱり映り込む影、影の入り込む影かな。そんなとこも見んだ。へー、影。なんか明るいところと暗いところがあったりすると、まあ屈折率の関係もあるとは思うけど、やっぱりちょっとしっくりかないのかな。ここね、これ 0.1 ミリ落とすのがかなりもう大きいので大変なので。そうなんだ。こないだね、この水で測ったら 0.3 ぐらい違ったんだよね、広いとこと。こっちの両面がね、当てたいとこに当たってるかもまあわからないので、秘密に全部やるしかないという。ひたすら、やる前に何でか測ってくださったね。平井さん、なるべく真球に近づけるんですね。目が星型になってますそうなんですよ、やっぱ職人さんはね、こだわりがしっかりあるので。いや、買う方がね、そうですね、ね、よくさ、こううちの会社にもあるけど、大きい本当に水晶の丸玉あるじゃないですか、占い師的な、本当にアニメの占い師的な、あれも
恒例でやるの？やるのは一緒。嘘、そうなの。大きいのとかもね。なんかよくお家の建てる前に埋めたりするじゃないですか、角角にね、大きい水晶丸だもんね。そう、これだけだと別に落ちないので、うんうん、いつもは砂の番手を変えていくじゃないですか、うん、バレルの場合はもう特に一つの一番初めの砂の状態だけでいい、このサイズならね、うん、もっと大きいとかもっと慎重に作んなきゃいけないものは、うん、細かい番手まであやるんだね、し、まあ磨きに入らないサイズもあるから、うん、最後まで手磨くのね、うん、磨きの時にはもうこういうの使わずにフェルトとかね、うん、例えばそれは私ちょっとわからないんですけど、うん、ちょっと想像で聞いてみたいんだけど、柔らかい石とかってこと？フェルト？あの、うん、柔らかい石を丸くする時とかは慎重にやっていくってこと？うん、同じ水晶であっても、うん、そうなんだ。なんとまあまあやっぱりちょっとバレルってちょっと荒っぽいでしょ、うんうん、負荷がかかっちゃうとね、うん、そのバレルを入れられる大きさって、うん、まあどれぐらいなの目安っていうの、どうだろうね、考えたことないね。まだ一回り一回り大きくてもうちのバレルならいけると思うけど。ああそうなんだ、うん、あの中ぐらいのやつのバレルの方が一番大きいバレル、振動の方が、振動ではもう無理かもしれない。あ、大きいってあのくるくる回ってる方、そうそう、回転の方か、うん、回転バレルの方、この子はどっちに入るの？こっちは振動かな、振動バレル。まあ社長に相談でね、誰でも社長の方だったらしい、うん、お気持ち悪い、うん、まだいまいち、いまいち、まだ気持ち悪い。でもどのぐらいになったか測ってみます。はい、ノギスで測りましょう、うん、すごい細かくね、やっぱりされるんですね。言ってたのは、最後の磨きはこっちのバレルでやっていくってやつですね。え、みよこちゃんが言ってたのは、この振動バレルでやるよって、最後ね、丸玉の磨き言ってます。これが回転バレル、大きいやつも入る言ってました。これはローズクォーツがまだ、前回まだ入ってるかな。はい、洗ってきました。うん、うん、え、ほぼ一緒じゃん、38。この前 8.8 とかそんなんだったからね、前の動画見返せばわかる。落ちたかもしれない。うん。あ、ほぼ。うん、まあこのぐらいは許容範囲なんで。うん。うん。あ、クラックのとこ？ボコボコしても残るとかな、なんか気持ち悪いけど、うんうん、無傷にするにはあと5ミリ、5ミリで足りないなって言ってね、あ、この
このクラックをなくすためにはそれぐらい削らないと、もしかしたらダメかも。頼もうかな。はい、ということで今回はここまで。イエーイ。次回じゃバレる？バレるかな、社長が。うん。はい、ということで以上になります。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。